はい、こんにちは。ウェブビジチャンネルです。この番組ではネットを使ったビジネスや集客、情報発信に関する学びをお届けしております。ということで、今日からちょっと新しいシリーズを始めたいなと思っていまして、題して、すごい人から学ぶシリーズということで、ネットビジネスとか情報発信でいろいろとこう成果を出しているすごい人にゲストに来てもらって、で、その成功哲学を教えてもらうという企画をちょっとやってみようかなと思っています。で、これからいろいろな方を呼んでいけたらなと思ってるんですけど、まあ、第1弾として、第1弾ゲストとして株式会社スマートエッグの代表の河合さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、ブログとかアフィリエイト会話で結構いろいろなところで露出されてたりとか活躍されてるので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、簡単にちょっと紹介しておくと、まあ、アフィリエイトとか SEO に関する書籍も、5冊ぐらいですかね、はいはい、出版されてて、A8 さんとか、まあ、いろいろなところで結構大きいところでセミナーの講師をされたりとかしてたりとか、あと地上波の番組でほんまでっか TV にゲスト出演されたこともあるということで、はい、まあすごい方です。で、僕自身も河合さんのセミナーに参加していろいろ勉強させていただいてたっていうところからちょっと仲良くさせていただくようになったりとかして、お仕事とかお酒の場とかいろいろと勉強させていただいておりますと。で、そんなすごい方、河合さんに根掘り葉掘り聞いていくのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあすごい、すごい方、すごい方言われるとちょっと、ね、どうなんかなと思いますけど、いやいや、すごい方縛りで呼んでいく仕組みなので、はい、第一弾すごい方で、で、じゃあお願いしようと思います。じゃあ、一発目のテーマとしてブログ成功者に共通することっていうところでお話を伺えたらなと思うんですけど、はい、まあ、初心者さん、これからブログを始める方が、まあ、成長するために、まあ、成功者に共通していることを知ろうっていうところで、伺っていきたいんですけど、まあ、河合さんはそのご自身も歴も長いと思いますし、いろんなところにセミナーされたりとかされてるので、いろんな成功しているブロガーさんとかを知ってると思うので、はいはい、なんかその辺でまとめて伺いたいなと思っています。で、1個目の質問として、河合さんが知ってる中で、印象が強いブログの成功者さん、はい、トップ3っていうのをちょっと伺ってみたいなと思うんですけど。はい、そうですね。まあ、いろんなところでセミナーさせていただいてるんで、まあ、いろいろお会いするんですけど、まあ、その中でやっぱりこう印象が強かったのは、人手さんっていうね、人手ブログをされている人手さん、はい、っていう有名な方ですね。あと、まあ今はもうサイトをね手放されてますけど、みほじさんという女性の方ですね、まあ、この方 と、ハッピーさんという、ね、方がいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、この3人は非常に印象的だな、まあ、成功者の中でも、まあ、印象的だなっていう考えを持ってます。で、人手さんに関してはまあ、なぜ印象に残ってるかというと、まあまあね、とても有名な方なので、そうですね、まあ、ね、やはりまあ印象に残るんですけれども、なんかまあ実際にお話ししてみたときにすごいアクセスもまあ集められてるし、集客、まあ、収益もまあ上がっているんですけれども、あんまりね、いい意味でですね、いい意味であんまりこう SEO を意識していないというか、理解は多分理解はしているんでしょうけれども、そこまで意識していなくて、なんかこうどういうことしてるんですか、まあ、いろいろこうヒアリングしたりとか、まあ、一緒に、ね、セミナーとかもやらせていただいたりしたことがあるんで、うん、聞くんですけれども、まあ、ほとんど意識をされていないっていうところがかなり印象的でしたね。へ、はい、意外ですね。そうですね、なんかこう割とブログの運営者さんとか、まあ、サイトね、メディア運営者さんって SEO のことを考えて、すごく考えて、なんか割と技術的なことをしてるっていうね、イメージがあるかもしれないですけれども、まあ、ほとんどそんなところは意識せずに、どちらかといえばそのユーザーのことを意識して、まあ、こういう風な見せ方をすれば読みやすいんじゃないかとか、理解しやすいんじゃないかとか、こういう風にこう強調すればこちらが伝えたいことが伝わるんじゃないかっていうところは、かなりいつも何ですか、意識されているなっていうのは思ってですね、なんかすごい意外性っていう部分で、はい、なるほど。だからその SEO どうやったら上がるかっていう、そのなんかテクニック論とかそういうことじゃなくて、読みに来てくれてる人がどうやったらまあ喜んでくれるかみたいなところですね。そうですね、そうですね。なるほど。で、あとはみほじさんっていう方は、まあ、初めてこうお会いしたときに、いや実は僕、まあ、僕のねセミナーに行かしてもらったんですよっていうことを
で僕はその時担当させてもらってた SEO キャンプっていう、6時間ぐらいですかね、結構長いんですけど、はい、6時間ぐらいのその SEO のばっかり喋る、まあ、セミナーだったんですけど、まあ、そこにお越しいただいて、で僕いつもそのセミナーの最初にまあ、喧嘩越しになるというか、まあ、喧嘩を売るじゃないんですけども、はい、ここで言ったことを全部やってもらったら SEO で自由表示できるんでやってくださいと。ただセミナー来られた方の、まあ、10% ぐらいしかやらないんで、まあ、今日は100人来てますけど10人ぐらいしか多分成果出ないと思いますみたいな感じでちょっと喧嘩を売るんですけど、はいはい、まあ、それはやっぱりみんなやってほしいなっていうのがあるんで、うんうん、そういうふうに言うんですけど、まあ、それを聞いて何やこんなやろうと思ったらしくて、いやほんならお前の言う通り やったら成功できるんだっていうふうに思われたらしくて、そう、それで本当にこう忠実にやっていただいて、なんか今結構いい感じになってるんですって言われたので、すごくなんか嬉しいなっていうのがあって、まあ、そういうのはすごい印象に残っています。なるほど、はい、でその中のやり取りの中で元々のスタートが雑記ブログって言われる、いわゆるそのいろんなことを書いているようなブログ、自分自身の趣味のことだったり、今子供とこういうところ行きましたとか、美容はこうですとか、こういうことをするとなんかポイントがたまりやすくなりますよとか、まあ、いろんなことを、ね、書くブログをされていた方なんですけど、日本人さんはその女性の主婦の方で、はい、その主婦のなんか日々を発信してたっていう、そういうふうなブログを、ね、されてたみたいなんですけど、まあ、その中でなんかこう自宅が、ね、まあ、少し汚れてきた時になんかハウスクリーニングですね、お風呂のクリーニングを業者さんが、はいはい、依頼されたみたいなんですけど、まあ、その記事を書い、まあ、体験談みたいな形で書いたところ、まあ、その記事のアクセスが、まあ、集まって、そういうハウスクリーニング系の記事だけを別のブログに移して特化ブログにされて、すごく収益ができたっていうね。あ、ハウスクリーニングの専門ブログを別で、はい、そうですか、はい、うん、だからね、結構ね、僕もセミナーしている中で、その雑記ブログやってるんですけど、どういうふうにこう特化型ブログに移していけばいいですかっていう、よく、ね、質問を受けるんですけど、まあ、それが、まあ、綺麗な華麗なる転換というか、まあ、綺麗にこう移行されて成功されたんだなっていうのはすごい印象を受けましたね。うん、はい、結構ね、ハウスクリーニングなんでエアコンクリーニングとか、そのお風呂の掃除とか、実際業者さんを呼んで、その様子を、まあ、写真に撮ったりとかして記事にするんで、一つの記事作るのになんか何週間も1ヶ月とか2ヶ月とかかけたりとかするんですよ。へえ。業者の予約から日程調整からして、まあ、来るで写真撮るで、それを記事にするんだと、まあ、すごい時間かかるんで、だそういうのもなんか今結構ブログされてる中でもなんか1日1記事書かないといけないとか、はいはいはい、記事がたくさんあるとブログが強くなるとか、まあ、本当に真逆で、もう一つの記事にむちゃくちゃ時間かけてるっていうのもすごく印象に残っていますね。あ、はい、なるほど。だから多分ご自身がそのハウスクリーニング、まあ、いろんな業者さんの中で一個呼ぶときに、自分だったら気になるだろうなみたいなことも一個一個全部作っていくとめっちゃ時間かかると。そうですね。なんかね、すごいなと思ったのが、なんか主婦の方なんで自宅に、まあ、車でね、業者さんが来るじゃないですか、うん、その時にロゴが入ってて、いい人と嫌な人がいるみたいなんですよ。はいはい。その例えばダスキーとか。はいはいはい。なぜならこうダスキーという車が入ってると、あの人の家汚いかなと思われるのが嫌っていう人もいれば。ご近所の人とか。そうそうそう。とか、あの人ダスキーも呼べるぐらいお金持ってんのかなと思われるのが嫌とか。なるほど。その車用車、来られる車にロゴが入ってるか入ってないかって気にされる主婦もいるらしいっていうのを知れば、なんかそういうのも記事の中に入れて、この利用者さんはロゴが入ってないですよとか、だからそういうところまで、ね、細かいことを気にして記事さんかけてる、書いておられるんで、まあ、そういう部分でも非常に時間かかってるんじゃないかなとは思いますね。なるほど、はいはい、でその次が、ハッピーさんという方ですね。この方はですね、A8 フェスの時に密着された方なんですけれども、A8 さんから、主婦の方がどういうふうにこう時間を使ってブログを運営しているのかっていうので密着された方なんですけれども、この方も印象に残っているのが、まあ、本当にその密着の動画を見てて思いましたし、まあ、何かね、一緒にこう喋ってて思うんですけど、本当に普通の主婦って言ったらなんかちょっと言い方悪いんですけど、うん、本当にもう
自宅で家事しながら、やってるっていう感じなんですよね、うんうんうん、でその中で本当にこう空いた時間を見つけてやれる時にどういう記事書こうかなとか、うん、本当にねもうイメージ通りのそのママさんブロガーみたいな感じなんですよ、うんうんうんはい、でそういうところでも印象ありましたし、でそのブログをやり始めたきっかけも、きっかけというか、そのコンセプトもハッピーさんって身長がね低いことコンプレックスに思ってたみたいなんですね、うんうん、でそれはまあ全然身長が低い高いって全然どっちがいいとか悪いとかないと思いますけど、うんうんまあ、ご自身の中ではコンプレックスに思っていたらしくて、うんうん、ただまあどっかの時になんか服なんか確かに赤い服だったかな、赤い服着てる時にすごい似合ってるねって言われて、すごいファッションが好きになったけれども、で身長がこう低いとなんかこう合わせる服がないとか、なかなかいいなんかこういいお店が見つからないとかっていうのがあって、そういう情報を共有していこうっていう、そのいわゆるその全然悪くはないけど、まあ、自分で弱みというか、まあ、コンプレックスを持ってるものを逆にこう強みにして、うんうん、そこに特化したブログをやってるっていうのもすごく印象に残りましたね。あ、はい、そのハッピーさんも途中からそういう方向に切り替わったって感じなの？ここはね、最初はどうなのかちょっと僕もそこは分からないんですけど、うん、今やっておられるのが、まあ、Under150 っていうサイトで150センチ以下っていうんですけど、うん、150センチ以下の女性に向けたブログっていうか形なんですけど、僕が出会った時はそれをしてて、まあ、なんでそういうブログを始めようと思ったんですかと聞いてると、まあ、そういうことをねおっしゃってたんで、まあ、すごい印象に残ったっていうところですね。なるほど。まあ、あとはですね、まあ、ちょっとこう番外編になりますけど、レンタルサーバーのミクソーストっていうサーバーはあるんですけど、はい、そこの代表がもともとアフィリエーターだったんですよ。ああ、サーバー会社を今されてるけど、はい、もともとご自身がアフィリエーターだったんですよ。その方もなんか意外だなっていう、なんかその代表の伊丹さんという方なんですけど、うん、今ゴリゴリ の, そのレンタルサーバーマニアで、うん、元アフィリエーターだったんで、うん、アフィリエーターさんとかブロガーさん向けに割と特化したワードプレスに特化したサーバーを作られてるんですけど、なんかあの人はね、本当にこうこだわったらこういうタイプ、うんうん、アフィリエイトとかやり始めて、なんか2ヶ月ぐらいでなんか数百万ぐらい収益を上げたらしくて、でもなんか飽きちゃって、いろいろして最終的にレンタルサーバーにのめり込んで今やってるみたいなんですけど、なんかそういう人もいるんだなっていうのも、うん、まあ、少しね、番外編的には気になる、ね、方もいらっしゃいますね。なるほど、はい、僕らも結構ミックスホストさんお世話になってますけど、もともとやっぱアフィリエイターから入ってるっていうので、うん、多分僕らの気持ちが分かってみたいな。そうですね、あるでしょうね。だからバズって落ちてほしくないねとか、うん、そういうのも結構気にされてるので、僕もミクソース使ってますけど、ああいうふうにバズったとしても割とちゃんと正常に表示されてるんで、レンタルサーバー的にはなんかそうミクソースでいいかなと思ったりして、まあ、ちょっと話しておりますね、はいはい、ありがとうございます。そしたらちょっと次として、まあ、そういう、まあ、いろんなこう成功者さんの会社見られてると思うんですけど、まあ、そういう人たちにこう共通することをちょっと伺えたらなと思うんですけど、何、はい、かありますか？そうですね、一つ目がそこまでその SEO の知識が、まあ、そこまであるわけじゃないというよりかは、まあ、あったとしても意識してないっていう方が多いように思いますね、最近は。うんうん、はい、なんか4年前ぐらい、3、4年前ぐらい俺は結構 SEO の知識をガンガン駆使して、まあ、ある意味ちょっとスパム的なところもやりつつ、なんとかこうゴリゴリこう上に上げていくことが多かったんですけど、それがまあできなくなったり、バレやすくなったりとかして、本当にまあ、そこはまあ知識はあるけどそこまで意識しないっていうのがまあ一つ目のポイント、まあ、共通しているところかなと思います。で、あとは二つ目がそのユーザー目線でコンテンツをかなり作り込んでいるところですね。まあ、明治さんもそうです、まあ、先ほど言ったように車にロゴがあるかどうかっていうところまで調べていたりとか、まあ、ハッピーさんもね、身長が低い方に向けて、まあ、どういうふうに着こなせばいいのかだとか、で、ひとりさんの場合はどういうふうにこうね、ブログを作っていけばいいのかとかって、かなりユーザー目線で情報を届けているっていうのが共通点ですね。で、3つ目が、なんかね、お金にがめつくないんですよ、みんな。ああ、なるほど。もちろん、そのブログをするにあたっては、収益も上げていかないといけないんですけども、なんかね、こう、がめついて言いますよね、おさがめじゃないですね、大丈夫ですね。
あ、どうなんですか、僕らも言いますね。ますね、はい、なんかね、こうガツガツこうお金お金みたいな、うん、だからこう一緒にセミナーやりましょうって言っても、それって登山でいくらなんですかって聞かれたことも一切ないですし、うん、だからまあ僕から言う、あのこれぐらいみたいですよみたいな感じで言うんですけど、だからあのブログの運営とかもそんな感じで、なんかこう物を押し付け、押し売りしたりとか、うん、無理やり話の流れをこう、商品を紹介する流れに持っていってるってあんまりなくて、なんかいいものをまあ紹介してるから売れるみたいな感じですね。うん、そういう部分で、あのもちろんお金を稼ぐためにやってはいるんですけれども、まあ、お金してないっていうところが、まあ、3つ目のポイントですね。うんうん、で、4つ目はあのめっちゃいい人ということですね。はい、あのなんていうのかな、あの基本的にコミュニケーションがしやすかったりとか、うん、なんかこういうこと一緒にやりませんかっていう相談だとか、こんなことやったらどうですか、まあ、いろんな あのアドバイスも含め、そのご依頼も含めなんですけれども、結構前向きに、あのじゃあこうしましょうみたいな感じで、あのしてくれたりとか、まあ、プライベートとかで、まあ、一緒に食事行った人さんとかね、うん、食事に行かせてもらった時も、あの本当にこう、なんか仕事の話ばっかりとしなくて、うん、本当にたわいもない話ばっかりあのやらせてもらったりとか、まあ、本当に人がいい。この4つのポイントが共通することは、別にこの、ひとりさんとかりょうじさんとか、タッピーさんとか、だけじゃなくて、僕もあのコロナになる前はいろんな地域でセミナーをね、うん、あのアフィリエーターさん、ブロガーさん向けてやらせていただいてたんですけど、うん、割とこうあの収益が上がってきましたとか、集客できるようになってきましたみたいな人は、この 4つのポイントっていうのは割と当てはまることが多いですね。はい、なるほど。だからそうですね。僕はそうですね、いい人って自分で言えるかどうかちょっとわかんないですけど、そう、まあね、あのちょっとね、お酒、ね、酔うとね、あの記憶なくなるぐらいで、あとはまあほとんどいい人です。ほとんどいい人です。ギリギリいい人のラインに入れてますね。はい、あのギリギリあのいい人に入ってると思います。ああ、よかったです。ギリギリどうにか持たせてるっていうことで。はい、なんか一緒にお仕事しましょうってなっても、なんかお金、なんかそれっていくらもらえるんですかとか、そういう話ってあん最後の方にはね、やっぱりこう決めはしますけど、そうですね、なんか全然いいですみたいな感じですしね、うん、確かにそこをなんかお金のところがこう第一の優先順位になっちゃうと、まあ、例えば、うん、まあ、めっちゃこう簡単な話になると、例えばアフィリエイトをするのであれば、うん、一番報酬が良さそうなものを紹介するみたいな感じになっちゃって、うんうんうん、読者さんに一番いい商品を紹介してないんじゃないかみたいなことになっちゃったりとかするので、確かにそこは確かに重要な気はしますね。うん、そうなんですね。周り回ってこう商品紹介の時とかにその空気感みたいなのが出てくるのかなと思いますね。はい、確かに。じゃあそういう、まあ、いろんな成功者に共通するところを見てて、あのこの動画見られてる方、これからブログとか情報発信やっていこうっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、初心者とか最初の段階でも真似できることって何かありますか？まずはちょっとこう、なんていうのかな、ちゃんと準備して、あのきちんとしすぎなんかしないといけないと思ってる方って、さっきなんか SEO のことをむちゃくちゃ学ばんと成功しないんじゃないかっていう人意外と多くて、かなりね、その SEO のところに意識しすぎてですね、ブログをスタートした人がいるんですけれども、だからそういう意味で、その小手先の SEO のテクニック、例えばこういうふうに装飾したらとか、こういうなんかソースコードを入れたらとか、まあ、こういうなんかテーマを使ったらとか、なんかそういうの一旦あの無視しちゃってあのいいのかなとはあの思いますね。はい、で、逆にその、なんていうかな、自分自身の強みが何かっていうのをしっかり知った上で、そのなんかこう自分自身がよく知っている情報を、届けていく。で、ユーザーがあのどういう情報を求めているのかっていうのを記事にしてブログに、アップしていくっていうのが、まあ、あの一番最初の流れなのかなというふうに思いますね。はい、で、あとはですね、あのなんか僕自身もそうですし、なんか高田さんもなんか同じような感じもしますし、そのひとりさんと宮内さん、タピさんもそうなんですけど、なんかこうガツガツなんか行くぜみたいな、稼ぐぜみたいな、こうなんかこうすごいメラメラしたこの情熱みたいな、なんていうかな、でこう煉獄さんみたいな、はい、鬼滅の刃でいうとこう目に見えてこう熱いような感じよりかは、こうなんかこうふつふつと自分の気持ちの中にこう絶対成功しちゃうぜみたいな、なんかこう冷静なこう情熱みたいなのを
のは、あの持っておいてもいいんじゃないかなというか、はい、確かになんか稼ぐぜ稼ぐぜみたいな、ベンチャーだぜ行くぜみたいな、うん、というのは、うん、なんかちゃんとちゃんとやってちゃんと目標みたいな、確かになんか短距離戦というよりも、ね、マラソンに近い感じだと思う。あ、確かにそうですね、ずっとこう、はい、ね、淡々とやり続けるっていうのは、うん、確かにあんま燃えすぎちゃうとこう切れちゃうかもしれない。そうですね、そうですね、はい、確かにそうですね。他なんかだからとですね、特に始める前ってなんかこうみんなこういう、うん、なんていうの、こういうブログやってるから稼げるんじゃないかと思って、うん、全然この知らないような、うん、ところに行っちゃうっていうのは結構あの辛いと思いますね。はいはいはい、はい、例えばもう僕はまあ美容にちょっとだけ興味ありますけど美容に興味がないそうただ僕は美容に興味のない36歳がいきなりなんていうの、 美容のブログをやるって結構しんどいと思うんですよ、うんうんうん、だそういうブログは多分なかなか難しかったりするので、やっぱ自分自身がどういうことに興味があるのかとか、どういう立場にあってどういう状況なのか、例えば状況というのはあの子育て中みたいなとかっていうのも条件になるので、じゃあこういう子育てしててよくあのこういうところこうしたらいいのになとか、こんな便利グッズめちゃくちゃ良かったな、友達に紹介しようかなとか、そういう状況であればやっぱり育児系のブログをするとか、あとは全然すごいプロポーションじゃないけど今からダイエットするみたいな感じだったら、これからどん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 こうあのなんですか、ダイエットしていくわけじゃないですか、うんうん、だってことはそれをブログにすることもできますから、うんうん、別にすごいプロポーションがいいからとか、すごいこう筋肉ムキムキだから筋トレブログするとかダイエットブログするとかじゃなくても、まあ、これからやろうとしているようなことでもいいんですよね、はい、だそういう部分でやっぱりこう自分自身の、まあ、強みですね、はい、何の資格を持っているのかとか、どんな仕事をしてきたのかとか、どういう状況になるのかとか、そういうのをを元にあのブログをスタートしていただくとあのいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、確かに今日あの出していただいた方はなんかみんな最初入り口は、ね、そこまで絞ってなかったかもしれないけど、うん、最終的にはやっぱこう自分のなんかこう市場というか、そうですね、なんか見つけてる感じありますよね。そうですそうです。だ明治さんも要 は一番初めはその、まあ、お風呂が、ね、汚れてきたからそのクリーニングを読んで綺麗になって記事を書いてですけど、何回もクリーニングできない、確かに、はい、でも宮司さんの場合はあのいわゆるママ友がたくさんいるので、はい、そのママ友のところのエアコンを掃除してもらうとか、あ、そっか、はい、確かに家のエアコンだったら1回掃除したら終わりです、ね、ですから、確かに、だからママ友にじゃあ次は B さんのエアコン掃除しようかみたいな感じで、そういう状況みたいなのもあの強みに生かしてブログしてるんですよね。なるほど、はい、いや面白いな、なるほどですね、ありがとうございます、はい、じゃあとりあえず、まあ、1回目のテーマとして、まあ、ブログ成功者に共通することっていうところで河合さんにお話を伺っていきました、はい、まあ、参考にできるところがあれば皆さん参考にしていただけたらなと思います。それではまた、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。